私の彼氏サッカー選手なんですけど、キーパーのいない無人のゴールにシュートして外したんですよ。その後のコメントで、急にボールが来たのでってコメントしていて、幻滅して別れました。イブイブ。私の彼氏ツイッターで前澤社長リツイートしてて、煙突町のプペル10回見に行ってて、アマゾンの欲しいものリストネットに公開してたんです。スリーアウトで別れました。イブイブ。私の彼氏盗撮で捕まって執行猶予中なんですよ。まあそれはいいんですけど、彼の親がカルト宗教の教祖やってるんですよ。まあそれも別にいいんですけど、借金が5000万円あるんですよ。まあそれも別にいいんですけど、食べ方が汚いんですよね。なんか幻滅して無理すぎて別れようかなって思ってます。イブイブ。私の彼氏料理人なんですけど、中華料理店を転々としながら毎回お店のルールを多数決で決めるようにシステム化してるんです。なんでって聞いたら、こうして中国人に民主主義を教えてるんだって言ってて、キモすぎて別れました。イブイブ。私の元彼スヌーピーが大好きだったんですけど、ずっとスヌーピーのことを犬じゃなくてゴリラだと思ってたらしいんですよ。幻滅して別れました。イブイブ。私の彼氏英検5級に8回落ちたのに司法試験一発で合格したんですよ。なんか怖くて別れました。イブイブ。